総理違いますよこれ、日本の企業は経費や人件費削減などで仕入れコストをですね吸収をしていて、それが小売価格に転嫁できてないんですよ、岸田総理、こういう庶民の状況ってお分かりですか、本当に。 関東職人総理に伺います最近の物価上昇はいわゆるいい物価上昇なのか悪い物価上昇なのかどちらかでお答えください岸田内閣総理大臣はい。あの現在の物価上昇国民生活あるいは事業者のま企業活動等に大きな影響を与えています物価上昇がさまざまな生活あるいは事業の将来に不安をもたらしていると いうのは現実であると思っております。杉尾秀也君、まあはっきりおっしゃいませんでしたけれども、まあ需要の拡大とか賃金上昇を伴うようなコストプッシュ型のインフレということで、まあいわゆる悪いインフレだというふうに思います。で、6月1日のですね、伊、え、豆、ー、代表との質疑の中で総理大臣は 欧米は4 8%の、先ほど申し上げましたけれども、物価高騰なのに、日本は経済対策等の効果で2%台を維持していると、こういうふうに政府の手柄のように答弁をされました、これは事実なんでしょう。消費者物価の、えー、上昇具合について、客観的な数字として紹介をさせていただきました、はい、杉尾秀哉君。ちょっと資料の1の位置を見てください。 これは3月の時点なんですけれども、まあ、4月もそんなに大きく変わっているわけではありません、物価上昇率は上がっておりますけれども、日本でもです、ね、企業物価指数、これ、昔は州売り物価指数と言ってたやつです、これが10%程度まで上昇しております、3月の時点では9.7%。 しかし消費者物価はですね0.9%と非常に低く抑えられています、これが2.1%になったということなんですが、そして資料のですね今度2を見て、1の2を見ていただきたいんですけれども、これ、日米で比較しますと、日本とアメリカの企業物価の上昇率というのはほぼ同じなんですよね。にもかかわらず、消費者物価がですね日本は非常に低く抑えられていて、逆にアメリカの方はですね企業物価と消費者物価が近い。 2.1ポイントのギャップなんですが、日本は8.8ポイントのギャップもあるということなんですね。つまり、アメリカでは仕入れ価格の上昇分を小売価格に転嫁できているのに、日本はできていないということで、 これは企業努力の結果であって、それ以外の何者でもないと思いますから、いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣えと。各国の数字を見ましても、えーと、企業物価と消費者物価の変化にはタイムラグが生じています。えー、そして合わせて、この企業物価と消費者物価の格差を埋めるべく、えーえー、政府としては、昨年来様々な経済対策を用意して、 企業活動を支えていく、まあ、こうした取り組みも行っています、えー、これを合わせて、こうした数字を考えていくべきであると考えます、はい、杉尾秀哉君。総理、違いますよ、これ、日本の企業は経費や人件費削減などで仕入れコストをです、ね、吸収をしていて、それが小売価格に転嫁できてないんですよ、つまり、政府の努力で消費者物価が下がってるわけじゃないんですよ、それ認めた方がいいですよ。岸田内閣総理大臣 企業活動に影響を与えているものとして、まずはエネルギー価格があり、そして食料をはじめとする原材料価格があります。政府としては、こうした部分に特に手厚く経済対策を用意している、こうした対策を続けています。こうした部分も この企業物価と消費者物価のこの格差、違い、乖離にもつながっていると思います。政府のこうした取り組み、企業活動を支える上で重要であり、これからもしっかり続けていきたいと考えています。はい。杉尾秀哉君。違いますよ。これ、もう一度議事録見ますけど、 我が政府の取り組み、影響が出ている、効果が出ているということをですもってして、日本は消費者物価が下がっているというふうに言ってるんですが、再三申し上げてるんですけれども、これ、企業の努力で,ですねその分、人件費上がってないんですよ。アメリカなんかは人件費どんどん上がってるわけですよ、ユーロも。そういうことも含めて、これはあのちゃんと正確に答弁していただきたいというふうに思っております。そして 日本はさらにです、ね、賃金上昇、これ、4月の実質賃金はです、ね、マイナス1.2%でした。年金生活の方に至ってはです、ね、カットされています。庶民生活、ますます苦しくなる一方なんですが、そこで黒田日銀総裁にお越しいただいておりますけれども、総裁は先日、値上げ許容発言に撤回されました。その際、誤解を招いたというふうに釈明されましたけれども、誰も誤解してないと思います。誰も許容しておりません。これはむしろ耐えてるんです。で この元になった東大の先生のアンケートを見るとですね、肝心な部分に触れてないんですよ。確かに、同じ店でその商品をです、ね、値段が上がっても買い続けるとは言ってるんですけれども、その横に同じグラフがあって、しかし買う量を減らしたり買う額、買う額ですね、えー、それから頻度、落としたりして、節約するとこういうふうに書いてある。 つまり都合のいいところだけ取って、節約志向であるとか、それから耐えているようなそういう状況について、何にも触れてないんですね、つまり、アベノミクスの異次元緩和の継続を正当化するために意図的に行った発言なんじゃないですか、どうですか。日本銀行総裁、黒田参考人ご指摘の発言につきましては、家計が自主的に値上げを受け入れているという趣旨ではなく、 不需の選択としてやむを得ず受け入れているということは十分認識しております。従いまして、家計の値上げ許容度が高まっている、あるいは受け入れているという表現は、適切でなかったと考えておりまして、撤回いたしたところであります。最近の物価上昇が家計の行動に及ぼす影響については、やはり一層きめ細かく把握するとと,ともに、私どもの真意が適切に伝わるよう、丁寧な情報発信に努めてまいりたいというふうに思っております。 先日の講演でもデフレ期以降、企業が十分に価格転嫁できない状況が続いてきたけれども、こうした状況が変化する可能性について述べたわけであります。そしてそのためには何よりも賃金の上昇が重要であるということを繰り返し指摘しており、該当箇所も賃金上昇の重要性を強調する文脈の中で言及したものであります。また、我が国経済は、 感染症からの回復途上にありますので、資源価格上昇という下押し圧力も受けております。こうした中で、賃金の本格的な上昇を実現するためには、金融緩和を粘り強く続けることで、経済をしっかりとサポートしていく必要があるというふうに考えております杉尾秀哉君。先ほども申し上げましたけれども、その原材料価格ですね、仕入れ価格の上昇分を実際に小売価格に転嫁できてないわけですよ。 つまり人件費上げられてないんですよ、アメリカとかヨーロッパはものすごく人件費上がっている最低人金も上がっているんですよ、そうした中で、日銀は先週の金曜日ですけれども、円安の進行を憂慮すると、こういう声明をですね政府と合わせて、これ、異例だと思いますけれども、出されました。その一方で、黒田総裁は強力な金融緩和を粘り強く続ける、こういうふうにおっしゃっている、全く逆のメッセージです。 これ、市場に対しては、はっきり言って見透かされちゃってるんですよね。その結果、どうなってますか、今日。135円台に突入している。午前中突入しました。一回ですね、若干上がりましたけれども、また135円台になってます。そして株価がです、ね、800円近く下がってます。これ、日本売りに近い状況になりつつあるんじゃないですか。日本売り。しかも、今日の昼のニュースでもやってましたけれども、135円になって、次は140円台が手腕に入ってくる。 こういう状況ですよ、にもかかわらず、黒田総裁は、強力な金融緩和を続ける、つまり金利は一切上げないということを、何度も何度もメッセージとして出している、おかしいんじゃないですか、どうですか日本銀行総裁、黒田参考人。為替相場の水準、あるいは評価について、具体的なコメントを申し上げることは差し控えておりますけれども、従来から申し上げているとおり、 為替相場は経済金融のファンダメンタルに沿って安定的に推移することが重要であります。この点、最近の急速な円安の進行は、先行きの不確実性を高め、企業による事業計画の策定を困難にするなど、経済にマイナスであり、望ましくないというふうに考えております。我が国経済にとって大事なことは、円安による、円安によって収益の改善した企業が設備投資を増加させたり、 賃金を引き上げたりすることによって、経済全体として所得から支出への前向きな循環が強まっていくことであります。日本銀行としては、政府とも緊密に連携しつつ、引き続き為替市場の動向やその経済物価への影響を十分注視してまいりたいというふうに考えております杉尾秀哉君。通告してないんですが、鈴木財務大臣に伺いますけれども、この円安をどう捉えるのか。 そして為替介入の可能性があるのか、お答えください鈴木財務大臣あの。今の円安の水準についてのコメントでありますがあの、私の不意な発言が相場に影響を与えてはいけませんので、そのことについては申し上げませんが、やはり円安にはプラスの面、それからマイナスの面、両方あるんだと思います。 そういう中において、円安が進んで、輸入価格が上がっても、賃金がそれを補うだけの上昇、その力があれば、それはまあいいんだと思いますけれども、今は賃金上昇の力が弱いと、ややマイナス面が出ているのではないかと、そういうふうに認識をいたしております。それから介入のことにお話がございましたが、そのことについては、の私の立場からコメントすることは控えたいと思います。 杉尾秀也君、まあ、一般的なコメントとして受け取りますけれども、黒田総裁に伺いますが、このままいったら、ですね景気が悪化しているのに、物価だけは上昇していく、いわゆるスタックフレーションになるんじゃないですか、どうですか日本銀行総裁、黒田参考人。ウクライナ情勢も受けまして、原油や小麦等の国際的な資源、穀物価格が大幅に上昇しておりまして。 足元にかけてても高止ままりりしておりますこうした資源・穀物価格の上昇は、エネルギーや食料品を中心に物価の押し上げ要因となっているため、家計の実質所得の減少や企業収益の悪化を通じて、国内需要の下押し要因になりうるというふうに見ております。もっとも、我が国経済はこうした国際的な資源・穀物価格上昇による下押し圧力を受けつつも、 基調としては持ち直しているというふうに判断しております。先行きも感染症や供給制約の影響が和らぐもとで、財政金融政策による下支えもあって、回復していくと見ております。GDP で見ますと、昨年度のプラス2.2%の成長に続き、今年度もプラス2.9%の成長が続くというふうに予測しております。従いまして、現状、物価上昇と景気後退が併存する スタグフレーションにあるとは考えておりませんし、先行きもそうした状況に陥るとは考えておりません。ただし、ご承知のとおり、ウクライナ情勢の奇数や、先行きの資源、穀物価格の動向をめぐっては、極めて不確実性が大きいため、それが我が国の経済、物価に与える影響については、今後とも注意深く点検していく考えであります杉尾秀哉君。 まあいい方向に向かうことを願いますけれども、私はいささか、楽観的ではないかというふうに思ってます。実効レートでもう50年前の水準になっているということで、この円安は明らかな国力の低下以の何者でもないということですよね、安い日本という言葉がずっとこのところで言われているんですけれども、それでも金融政策を変更できないというのは、これは明らかにですねもう身動きが取れない状況だ、それを市場が見透かしているっていうふうにしか取れないんですね。 で先ほど賃金の上昇の話されましたけれども、本当にその賃金が上がっても、どれだけの人がその恩恵を受けるのかということで、私、あの長野の駅前で街で頭、ね、演説をしていたら、若いお母さんからこう言われたんですけれども、この4月から子どもが小学校に通うようになって、給食費が高い、実は長野市というのは全国で一番給食代高いんですよ、自治体。そして、あの小さい子どもがいるんで、このおむつ代が馬鹿にならないと。で あの前も言いましたけれども、実は長野はガソリン代が、やはりこれも日本一高くて、この4月なんですけれども、これ、物価上昇率は、これ、全体で3%の上昇で、エネルギー分野は22%も上がってるんですよね、これだけ厳しい状況の中で、おまけに消費税を捉えて、どうやって生活をすればいいんですか、こういうふうにおっしゃっている、それからまた別のフードドライブのこれ、長野市なんですけど、現場に行きましたら、 光熱費が払えないので、電気がガスが止められているご家庭があって、そういうところに食べ物を配るのに、カップ麺を送ってもお湯が沸かせないから、そのまま食べられる缶詰や生野菜をお届けしてるんですって、こういう話だったんですよ、岸田総理、こういう庶民の状況ってお分かりですか、本当に。そしてもう一回、もう一つ聞きますけれども、黒田総裁、本当は日銀の総裁っていうのは、 物価の人ででもあるはずですよね全くそなんていうんですか、今の日本の格差の状況、そして庶民の生活の状況、まあ、ご自身も買い物されないみたいですし、こういう方で本当に日銀の総裁、務まるんですか、どうですか岸田内閣総理大臣。えー、まずあの、えー、ご指摘のように、今、国民生活、またあ全国の事業者の企、えー、業活動、 物価の高騰によって大きな影響を受けているこれは政府としても深刻に受け止めなければならない課題だと思いますそしてこの物価高騰の背景に何があるかから政府としてはしっかり対策を考えていかなければならないと思いまずはロシアによるウクライナ侵略これを大きなこの原因として世界的な物価高騰が 今広がっている。まあその中で各国がそれぞれの国民の命をあいのえ暮らしを事業をえ守るために。 え、様々な対策を講じているということであります。その中で、政府として、先ほど申し上げました、企業価格、企業価格、消費者、企業価格と消費者価格の乖離この部分に,についても、あの、しっかりと支援しなければいけない。だからこそ、ガソリン等においても激変緩和措置、これをしっかりを講じる。 また、国民の,その売り渡し価格についても、政府がしっかりとその価格をしっかりとグリップをして、価格をこの抑制していくなど、さまざまな対策、原料と原油や原材料価格のこの抑制策をしっかり講じている、こうしたことであります。そして、その結果として、先ほど数字をいくつか挙げさせていただきましたが、我が国の政策において、 この一定の成果が出ている、だからこそ、もっとしっかりと対策を進めなければいけない、まあ、このように認識をし、今後ともこういった政策を進めていきたいと考えております杉尾秀哉君。政策の効果が出てるんじゃなくて、しかも小売りの価格も維持してるって言いながら、4月17.3%、売り渡し価格上がってるじゃないですか、これは維持って言わないんですよ岸田内閣総理大臣。えー この世界的な物価高騰を背景として世界各国がそれぞれの国民の暮らしや事業を守るため努力をしている。その中で日本においてこの様々な政策が講じられている。その意味がどうかということを申し上げています。ガソリン価格についても、これもし市場価格そのまま適用したならば、今は210円は超えている。 その中で168円の価格を維持している、まあ、こうした政策の意味はあるんだということを申し上げています。ぜひ、こうした政策は引き続き維持をし、そしてより深掘りをすることによって、国民生活を守っていきたいということを申し上げております杉尾秀哉君。悪質ですよ。小麦の売り渡し価格が上がってるじゃないですか、維持してるっていうのは違いますよねって言ったら、なんでガソリンの、もういいです、いいです。 いりません、いりません答弁いりません、ちょっとあの資料の2見てください、あの各国のですね、まあ、いろんな対策を打ってるっていう話なんですけれども、例えばこれ、調べてみたら、ですね少なくとも53カ国で付加価値税の減税というのが実施されてます、この後の共産党の大門委員の資料を見たら、87カ国って書いてあったんで、もっと確かに多いと思うんですけれども。 でそれからここにありますように、公共料金等の引き,上げ等も引き下げ等もですね行っている国が多数あるんですね。消費減税、これ、物価が上がるとそ、のその分だけ消費税上がってくるわけですよね。税収増えますよ。特にその庶民の皆さん、躍進性が強いですから、負担が増えますよね。消費減税、公共料金の引き下げも含めて、本当に光熱費払えないっていう声、いっぱい届いてるんですよ。こういうあらゆる政策をですね、 今こそ取るべきなんじゃないですか、どうですか岸田内閣総理大臣、はいあの。政府としては、この物価高騰、国民生活を守るために、えー、しっかりと対応していかなければいけない、まあ、こういったことで、まあ、先ほどはガソリンの価格について申し上げさせていただきましたが、ご質問の小麦,小小麦、まあ、価格につきましても、えー、価格、足元では2割から3割。 上昇するしているわけですが、その上昇する前の国債価格に基づく政府売り渡し価格を維持するなど、さまざまな取り組みを進めています。 ぜひ、こうした取り組みはしっかりと進めていかなければなりません。えー、とそして、ご指摘の消費税も引き上げでありますが、政府としては、今言いましたような、さまざまな政策を進めるべきだと思いますが、消費税につきましては、その財源、国民の生活の安心の糧となる、 え、社会保障費に、あの、大きな財源となっているということ。さらに、今、機動的に消費税の引き下げ等を触るということになりますと、システムの変更等、中小企業、零細企業にとって大きな負担を を、えー、生じる、まあ、こういった、まあ、現実もあります、まあ、こうしたことから、対応する政策としましては、政府が先ほど、えー、この進めていると、えー、紹介させていただきました、さまざまな政策、重層的に進めることが現実であると考えて、政策を進めていきたいと考えます杉尾<を>、はい、秀哉君あの。先ほど、その紹介したお母さんのようなですね、声はやっぱり全国津々浦々にあふれているわけですよ。 そしてアベノミクスの円安そして株高誘導政策大企業そして富裕層株を持っていらっしゃる方こういう皆さんにはとてもフレンドリーないい政策だったというふうに思いますしかしもうそれも完全に行き詰まりがきてますしかし多くの庶民の皆さんが全くそこに取り残されていてアベノミクスの恩恵を受けてないこうした厳しい状況の人が 今、物価高の影響をもろに受けているわけですよ。これはね、完全に理不尽だというふうに思いますよ。結局、アベノネクスっていうのは、強者のための政治で弱者のための政治ではありません。そのことを申し上げまして、日銀黒田総裁、ご出席いただいて結構です。黒田総裁におかれては退席いただいて結構でございます、はい、杉尾秀也君物価高の次にです、ね、ちょっと骨太方針で伺います。 7日に閣議決定されました、こんなくだりがあります。NATO 諸国において国防予算を GDP 比2%以上とする合意がなされたと、こういう記述があります。これはもともと客注にとどめていたものを本文に格上げしたものだということです。そしてまた別の段落にはこうあります。防衛力を5年以内に抜本的に強化するというくだり、これも原案になかったものが5年以内ということに追加されたというふうなふうに聞いております。 この2つの文書は確かにつながってないんですけれども、これをですね合わせて読めば、日本の防衛費を5年以内に GDP2% 以上に上げると宣言しているのに等しいと思います。総総理理違いますか岸田内閣総理大臣 その骨太の方針の部分につきましては、委員ご指摘のように読むものではないと理解をしています。えー、国防費2%を引き上げる、えー、NATO 諸国においてそういった動きがあるということを紹介させていただいた、そして5年以内に我が国の抜本的な、抜本的に防衛力を強化する、これはご指摘のとおりであります杉尾秀也君。後ろの方でそうだという声が聞こえてますよ。 いやみんなそう思ってますよだって自民党の議員のことはおっしゃってるんだから。で、そもそもね、NATO は総合防衛義務があるんですけど、日本はないんですよ。NATO と同列に扱うのか、根本的に私は違うと思うんですが、昨日テレビで自民党の高い政調会長が、この趣旨のことをおっしゃってます、必要な防衛費は10兆円規模だと、これ、符号してますよ。必要なものを積み上げれば10兆円規模だこういうふうにも発言してます。 必要なものを積み上げたんですか政府として試算したんですか。岸田内閣総理大臣先ほどの骨太の方針については、先ほど申し上げたような読み方をするものであると、政府として考えております。そして、防衛予算の具体的な数字については、これは従来から申し上げておりますように、年末に向けて、 国家安全保障戦略をはじめ重要なこの安全保障文書をしっかり改定していくということを申し上げています。その中で 国民の命や暮らしを守るためには何が必要なのか、これをしっかりと積み上げてまいりますと、そして積み上げた結果、それに必要とされる予算をしっかり確保してまいります、このように申し上げています。年末に向けて、そうした取り組みを進めていきたいと、政府としては考えております<上>杉尾秀哉君。これも後ろの方から30兆円という声が聞こえてきましたけれども。これ、財源は国債なんですか。 高橋政調会長そうおっしゃってますよまた借金増やすんですね岸田内閣総理大臣これも従来から申し上げております何が必要なのかこれをしっかり具体的に積み上げてまいりますそしてそれに必要な予算を用意いたします これ、何が積み上がってくるのか、そして予算の規模がどれなのかどれぐらいなのか、これを年末にかけて議論していくわけでありますから、この予算の規模をしっかりと確認した上でなければ、財源について申し上げることはできない。よって、何が必要なのか、予算はどれだけ必要なのか、財源どうするのか、これは三つ、一体的に考えるべき課題であると考えます。はい、杉尾秀哉君。いや、これ、前も出ましたけれども、 この財源確保するには、増税するか、他の予算を削るか、社会保障とかですね、新たな借金するか、それ以外の三つに一つしかないんですよ、それを全く何も言わない、そして参議院選挙で勝ったら、数の力で決めようっていうんですか、有権者の皆さんに判断材料がありませんよ、白紙委任状を渡すようなものですか、渡してくれっていうようなものですか、どうですか。岸田内閣総理大臣 先ほど申し上げましたように、政府の骨太の方針に,ついにおいては、えー、具体的な数字、まだ何も記載しておりません。だからこそ、これから議論を積み上げ,積み上げていくということを申し上げさせていただいております。えー、今、 この科学技術の変化、また厳しい安全保障環境をの変化、この中で国民の命や暮らしを守る、これは政治にとって最も大切な責任であります。それを果たすために、どれだけのものが必要なのか、具体的に、そして現実的に、なおかつ冷静にしっかり議論を積み上げていきたいと思っています、はい、杉尾秀哉君。認められません。認められません。参議院選挙の前に、 可能性だけでも言っていただかないと認められません。それからもう一つあります。この骨太の方針。財政健全化の目標年限に関する記述が消えました。具体的な記述です。看過できません。一連の修正の背後に安倍元総理の動きがあったと、こういうふうに伝えられています。提言案に激怒して骨抜きにしたと、こういう報道もありました。もともと防衛予算の5年で2%増というのは安倍元総理が言い出したことです。岸田政権は安倍元総理の言いなりなんですか 岸田内閣総理大臣全く当たらないと思っております財政につきましても骨太の方針の中で本方針とそして 骨太方針2021と、これを併記する形で予算について考えていく、まあ、こうしたことを明らかにしております。えー、従来の財政に対する考え方、この基本は変わってはいないと認識をしております、はい、杉尾秀也君。骨太の方針には、新しい資本主義についても書かれています。 ところがあれだけ強調していた分配についての具体的な記述がありません。そしてい、いいです、また聞いてください。令和版所得倍増計画に至っては影も形もありません。代わりに、これ有名ですけれども、資産所得倍増プランというのが入りました。ちなみに資産所得というのは金融資産が生み出す収益のことであって、本来の所得倍増とは似て非なるものです。令和版所得倍増は、 去年の衆議院選挙向けのスローガン、あるいは総裁選挙に勝つためのスローガンだったんですかどうですすかかどう岸田内閣総理大臣。えー、私は最初から、えー、成長も分配もということを申し上げています。成長か分配かという、まあ、議論はもう終わりにして、成長も分配もともにないと。 持続可能な経済モデルはできない。これを申し上げております。そしてそれぞれについて、まあ、せあの、様々な政策を用意しなければいけないということで、様々なものを、まあ、紹介させていただいています。そしてご指摘いただきました、まあ、資,資産所得倍増でありますが、これは資産倍増ではなくして、資産所得倍増というところが一つのポイントであります。 国民の所得を増やして、そして可処分所得を増やして、そしてそれを消費に回すためには、所得そのものを上げること、もちろん大事でありますが、金融資産、2000兆円の金融資産のうち1000兆円の預貯金、これを活用することによって、 過所,分所得を増やす、まあ、こうした手立ても合わせて行うことによって、えー、こうした消費を喚起し、そして次の成長につなげる、えー、こうした循環ができると考え、そのさまざまな用意した政策の一つとして、資産所得倍増ということも用意した、こうした次第であります菅義、はい、君令和版所得倍増計画がさまざまなものになっちゃったわけですね。 資産所得倍増も含めてですね、極めて不評なんですよ。分配のことについて、まずこの骨太書いてませんし、投資にはもともとリスクがあります、これは皆さんもよくお分かりのとおりです。そもそも投資できる環境にありません、貯蓄がありません。例えば世論調査を見ますとです、ね、TBS ・ JNN の系列なんですけど、貯蓄を投資に回そうと思う人23、23%、回そうと思わない人、40%。 そもそも投資に回す貯蓄がない人、34%。結局、4人に3人が否定的なんですよ。回さないか、回す原資がないんですよ。そういう現状であるにもかかわらず、なんで所得資産倍増,倍増って言えるんですか。これだから、もう,もう一つ申し上げますよ。これ、運用できる人はいいです。資産運用できる人はいいです。貯蓄できる人はいいです。できない人はますます取り残されますよ。 運用できる人の例えば、積立ニーサの枠の拡大とか、そういう政策だったら、格差を縮小するよりも格差拡大になりますよ、全然言ってることと違いますよ、格差縮小するんじゃなかったんですか岸田内閣総理大臣だから所得、所得を引き上げるのと、資産所得を引き上げる、この両方をセットにすることが大事だということを申し上げています。所得を引き上げるもう昨年来 賃上げ税制をはじめさまざまな政策しっかりと申し上げてきています今年の春党においても久方ぶりに0.2.09%アップこうした賃上げの,このトレンドも出てきたこういったことでありますぜひこの賃上げこれはしっかりと進めますが併せて資産所得についても これをさまざまな活用を図ることが大事である、これ、両方合わせることが大事だということを申し上げている次第であります杉尾、はい、秀哉君。さっき紹介したような方は、全く置いてきぼりなんですよ。いや、全く置いてきぼりなんですよ。だって、これだけ格差広げちゃったわけですよ。そして、そもそもですね、いや、ちょっと黙っててくださいよ。 ももとと金融所得、課税強化って言ってましたよね、金融所得、課税強化するはずだったんじゃないんですか、まだ、ちょっと待ってください、まだ、まだ否定してませんからね、金融所得課税を強化するはずだったのに、その一方で、金融所得を増やしてくださいって言ってるんですよ、完全に矛盾してるじゃないですか。岸田内閣総理大臣 あの金融所得課税については、いわゆる1億円の壁という部分について考えていくべきだということを申し上げています。そして資産所得倍増 これはまさにですね、中間層にこうした資産のこの活用を広げていこう。まあ、こうしたことを申し上げています。この両者は決して矛盾するものではないと思っております。まあ、あの金融資産、金融所得課税については引き続き与党、あるいは自民党の税制調査会で議論を続けていきたいと思いますが、まずは所得を引き上げる。合わせて資産所得を活用する。 この2つによって、できるだけ幅広い層の可処分所得を、えーふくえー、広げて、えー、大きくして、それを消費につなげる、こうした流れを作っていきたいと考えています、はい、杉尾秀哉君、中間層が、中間層、それから中低所得者の皆さんが、お金がないって言ってるんですよ高齢者の皆さんは、高齢者には貯蓄があるんですけど、金融資産、 持ってらっしゃるのはほとんど高齢者のばかりですよ、そして、インベストイング岸だっていうふうにロンドンでおっしゃいましたけど、あんなの売買アベノミクスと全く同じじゃないですか、サルマネですよ、サルマネつまり、今回の骨太の方針でも、アベノミクスをさらに強化するようなことが書いてあって、本来だったらアベノミクスを脱却した新しい資本主義のはずが、完全にアベノミクスを追随してるどころか、さらにそれを強化しようとしているんでしょう。う 全く言ってることが違います。全く言ってることが違います。もう一つだけ聞きます。総理は少子化の現状について、この後も質問するかも分かりませんけれど出るかも分かりませんけれども、出生率が1.30、そして新生児の数が81万人、史上最低になって、6年連続で出生率下がって、安倍総理は希望出生率1.8の実現と言いながら、全くその逆になっていて、国の推計よりも6年早いペースになっています。 1つだけ聞きます、時間がないんで、これを受けて何か具体的な対策、指示しましまたか岸田内閣総理大臣。えーこあのえー、っと、じゃあ、先ほどの部分はじゃあちょっとあの置いとくとして、今の質問にまあお答えさせていただきますが、子どもにつきましては、まあ、当然のことながら、この子育て世帯。この もちろん出しております。これは昨年79兆円のこの経済対策の中にも、4月の13兆円の経済緊急総合緊急対策の中にも、しっかりと子育,て子育て世帯に向けての支援、これをしっかりと用意をしています。そうしたものを通じて、 子育て世帯を支えることが少子化問題についてもしっかりと対応することになるということを申し上げていますしっかりと指示を出しております、えー、皆様にお知らせの規則発言は強い規則発言は控えていただきますようにお願いいたします